お金半分持ってかれた。ああ、悔しいな。武器とか買ってから挑めばよかったかな。だよね。ちょっと間違ったかな。あ、でも、どうのつる、あ、ブーメランか。いや、ブーメラン欲しいよね、これね。いやー、ちょっとミスったな、これ。まあ、しょうがないか。まあいいや、じゃあちょっと情報収集しようか。お城行く前に。まずは、話しかけて行ってみるよ。ああ、一度でいいから王様と話してみたいわ。え、あなたもレイドコーン、そうですよ。でも無理だと思うわ。なんで？誰だって王様に会いたいけど、そんな人全部に会ってるほど。まあ、そりゃそうだな。そりゃそうだ。僕ね、大きくなったら兵隊さんになって魔王無道をやっつけるんだ。なるほど。頼むよ。やっつけてくれ、俺の代わりに。よーし。いやー、そうっす。痛いっすよ、この敗北は。まあ、しょうがない。ここだけの話ですが、レイドク王は全く眠らないでクリオンを収めているそうです。マジかい。ずっと起きたままなんて、そんなことが本当にできるのでしょうか。無理無理無理。寝ないとやっぱりね、仕事のクオリティ下がっちゃうから。キャー、あなた誰？あ、お風呂入ってたの？早く出て行かないと人を呼ぶわよ。うわー、失礼しました。失礼しました。いやいや、危うくね、通報されるとこでしたけど。あなた知ってますか？魔王無道のせいで大地に大穴を開けられたところもあるそうです。それがあそこだったのか？あの幻の大地と言われてる。うちの夢みたいに出会っかりのやつもいれば、全く眠らない方もおる。何、あんた知らんのかね？レイド王は人々のためもう何年も眠らず国を治めているのじゃ。眠らぬ王、これがレイド王様の別の呼び名なんじゃ。あー、寝てるね。これが嫁さんかね。ぐがぐが、うわ、しかも逆に寝てるしね。なるほど。まあ、家庭の事情いろいろありますからね。あら、困ったわ。井戸の中に指輪落としちゃったのよ。誰か拾ってきてくれないもん。うわぁ。うわぁ、これ。うわぁ。はい。え、あんたがそうかい、悪いね。いや、ちょっとまだ行かない。もうちょっと強くなったら行きます。ふむ、なになに、王宮の兵士部大募集。あ、そういう感じで行くのね。レイド君もいよいよだ、魔王打倒に動き出すみたいですね。ワクワクするなぁ。なるほど。あー、レイド王様、なんと お美しいお顔、なんと凛々しいお姿。身分違いと知りながら、あー、私は身も心もとろけてしまいそうですが、もう目がハートになってんだ、これ。あら、聞いてたの？いやー、目がハートになっとる。お、なんか強そうな、この、ね、武道家、キャラいますけど。あちょー、あちょーってこれ、あちょーって、あちょーってこれ、言うかね。まあいいや、私兵隊になりに来てあるよ。お前見るからに祝いさすと帰るよろしい。あちょーはい。相当強いんでしょうね、彼は。王様のお触れが出てからいろんな男たちがこの町にやってくるの。男ってそんなに兵隊になりたいのかしら。どうなんだろうね。あまり大きな声では言えぬが、魔王無道は日増しに力をつけているらしい。今のうちにどうにかせねばと王様は必死の思いで対策を考えられているのだ。なるほどね。そういうことですか。まあ、一日でも早く倒したいってところなんでしょうね。二人いるけど、ああ、ATM ね。OK。寝てるな。私たちは旅の商人です。西にずっと行った森の中で仲間が暴れ馬に襲われ、怪我をしてしまいました。魔物ばかりでなく、普通の動物たちまでも人を襲うようになったとは。暴れ馬が西にいる。まあざっとこんなもんじゃないか。道具屋さん。まあ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 。まあまあ変わり映えのない感じですけど。よし、じゃあお城行こうか。入れてくれるかな。ここはレイドック城。兵士なりに来たのか。じゃ、兵士、それじゃないと入れてくれないでしょ、多分。なんで王様に会いに来たと。はい。ならんならん、王様とても忙しいのだ。ダメだね。やっぱ兵士にならないとダメだね。よろしい。では、城の鐘が鳴ったら集まってくるように。それまでは町でも見物してる。あー、二度手間だね、これね。二度手間ですよ。セリフは変わっ
ってないしね。街の中見るったって、いや見るったって何を見る？そんな広くもねえしな、人も多くもねえしな。何見るかね。何かしらフラグを立てないといけないと思うんだけど。何か。おこれは。さてと、お祈りも終わったことだし、そろそろ行くかな。おっとごめんよ。いたね。王様はこれまで何度も魔王元に戦い挑んだのじゃ。だがその度に多くの兵を失って。はい、僕これ初見プレイではないです。初見プレイではないけども、まあちょっとね、とぼけた感じの、実況になってます。っていうのは、リスナーさんで、初見でね、見てくれてる方もいらっしゃいますので、はい、展開がどうなるかっていうのは僕わかるんだけど、それいちいちちょっと喋ってしまったらネタバレ的な感じの、ね、実況になっちゃうんで、ちょっとところどころとぼけたり、ところどころ解説したりしていくような実況になってます。今作はこの6、ドラクエ6はね、神様今度こそレイド校に勝たせてやってくだされ。これでフラグ立ったんじゃない、どうでしょうか。そう、あ、オッケー行こう。これで入れてくれるんじゃない。はい、よろしい。これより兵士長ソルディ様がお前たちとお会いになる。はい、城の中に入るがよい。はい、お城の中入りましたけど、こっち行かせてくれないね、これね。うん、この上でお待ちだ。みんな同じこと言うのかな、これ。志願兵だね、急げ、他の無駄じゃすでに集まっているぞ。はいはい、オッケー行こうか。あ、いた。あ、さっきのやつもいるね、これね。うん、さあ、よくぞ集まった我が王宮の兵士に志願する心ある者たちよ。だがしかし、誰もが我が城の栄誉ある兵士になれるわけではないのだ。そこで私に君たちを試させてほしい。この城より南に試練の塔と呼ばれるものがある。その塔よりあるものを取ってきてほしいのだ。それが何であるかはそれぞれが考える。なるほど。答えがね、ちょっと、まあ、自分で見つけてこいって感じなのか。さあ、行け、試練の塔の扉は今まさに開かれた。はい。なるほど、行ってこいってな。まあ、多分王様のところとかは行けないようにしてるんだろうね、これね。行かせてくんないね、これね。試練の塔へ行けとな。南ね、南に試練の塔があると。武器と防具なんかちょっと完璧にしていきたいな。かつてこの私もあの塔には苦労させられたからな。この国の兵士は皆あの塔で試練を受けるのが習わしなのだ。なるほど。あれ、こっちから出てったの？いよいよ兵士の採用テストが始まったみたいですね。ここから出てったのかな？よし、じゃあ、ちょっとまず、現段階での、ちょっと装備を最高ね、フル装備で挑みたいから、ブーメランも買いたい。なので、ちょっとまだ、あ、こっちじゃない。あれかな？ちょっと、お金貯めてから行こうかな。すぐ溜まると思うんですよね、この辺の敵強いし。まあお金も結構もらえるんで、だいたいワンバトルで20ゴールドぐらいだから、10回戦えば200ゴールドもらえる。 OK。 ああ、まあまあいい感じっすよね。これでブーメラン買えばいいんじゃない。ブーメラン買えばまたさらにこうね、効率よく戦えるようになるから、うん、ちょっといくらか確認しようか。早く欲しいね、ブーメランね。あー、高え、420、まだまだだけど、でも、
でもまあ10回戦えば400ゴールドになるから、まあでもそうやって考えるとやっぱりさっきの敗北はね、ほんと痛いね。まあしょうがない。ちょっと塔の場所を確認しに行こうか。まず塔の場所を確保しておく。一撃で落とせないってね、この辺もちょっと辛いところだけど、さあ行こうか。あったって多分これだよね。入ってみる。来たね。音楽がかっこいい。試練の塔によくぞ来た。レイドックの名に恥じぬよう自分の力を試すがよい。ちょっとここまだ行きません。武器防具を完璧にしてから行こう。まあ大丈夫でしょう。何かしらフラグを立てないと多分遅れたとかならないと思うから。天つく。はい、すげえたらこ唇だねこいつ。 OK、 天つくさん。いやー20ゴールド来ないか。ちょっとね、20ゴールド来ないと辛いところがあるけども。はい、どうもこんばんは、いらっしゃい。ちょっとブラブラしますよここ。ちょっとね、わあ来た。ちょっとお金貯めるからお付き合いいただければ嬉しいですね。 OK。 わあ、こいつのブーメランドが手に入ればかなり楽に戦えるようになるんじゃないかなって気はするけど、どうでしょうかね。 OK。 250、まだまだっすね。まだまだかかるかな。いやー、こうブラブラしてるとね、意外とエンカウントしない。会いたい時に会えない、なんかもどかしいですね。 OK。 まあレベルも多分一つ上がればそこそこやれるんじゃないかなって感じはするけどね。 OK、 薬草あざーす。あれ、そういえばさ、薬草いっぱい使っちゃった。ああるね。そっか、薬草残して死んじゃったのか。よし来た。あー、シールド小僧の前にまずオニオンだな。数減らしていこう。オッケー、えい。まあ他の動画の実況とかでもまあ言ってますけど、まあ前回の配信の時も言いましたけど、僕基本的にあれですから、武器から買い揃えていくタイプなので、オフェンシブな性格でね、なので武器から買っていきます。防具からね、買うのがどうなんだろう、ベータなのかな、ちょっとわかんないけど、でも僕は武器から買います。武器から買った方がやっぱね、レベル上げとかお金貯めるのもよりこうスピーディーになるっていうか効率よくなっていくと思うんで、回復はまだいいか。330、よし、あと100ゴールドぐらい、あと100ゴールドぐらいだよね。いいねいいね。このパターンはさ、結構お金もらえるパターン。このオニオンとかはさ、そんなに強くなくてかつ結構お金持ってるから、まあまあまあいい感じ。 OK、 よーし、いいっすね。ちょっと回復しとこうか。ちょっとあれだよね、慎重にならないとさ、また全滅しちゃうから。全滅してまた半額だったら、これほんとマジね、もうパソコン蹴るから、ほんともうね、怒りが頂点に達して、全滅しないように気をつけないと。あー来たね。あー、こいつらも結構お金持ってんだけど、ちょっとねー、めんどくさいのよ。 OK。ホイミがね、ホイミが
MP 消費2でやれるっていうのはちょっと嬉しいね。3とかだと思ったけど2だっていうのが嬉しい。2だったら結構数多く打てるから、ちょっとカクついてるかな。まあちょっとしょうがないけど、やっぱドラクエ6とかこの辺になると5とかどっちがあって多分ね結構な容量になってると思うんですよね。この画質とかもすごく綺麗なんで、あのおそらくね容量が結構高いっていうか食うからたびたびカクついたり重くなったりすることあると思うけど、まあお付き合いいただければ嬉しいですね。お、400、430ぐらいだったっけ。あと1、2回ぐらい戦ってから行こうか。よし、いやほんと落ち着いていきますよ。オッケー、し、あと1回ぐらい戦って、それで1回武器屋行ってみようか。まあ薬草とか売って微調整すればいけそうな気もするけど、よし、オッケー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 、いいよ。ああ、6から2になったのか。なんかそう、ホイミって消費が3のイメージがねあるから、そうルーラとかもね結構食うんですよ。8とか、うん、リレミトもそうだしね、8、9ぐらいくらなんか使ってた記憶がある。だいたいリレミトとかルーラ使わなきゃいけない状況ってもう結構カツカツな状況だから、その8とか9とかの商品が結構痛かったんだよな。よし、あー帰る、オッケーオッケー、よし、ブーメラン買います。オッケー、かっこよさちょっと下がったね。まあでもいいんです、見てくれより実用性が大事。さあ防具屋さんは、なんか鱗の盾、木の帽子、ちょっとお金足りないな。まあいいや、鱗の盾売ってどうにかならんかね。オッケー、革の盾これ売ってどうにかならんかね。ならんな、ならんな、もうちょっとだな。よっしゃ、木の帽子を買ってからあれだね、試練の塔行こうか。ブーメラン買ったかこね、買ったことによってこれまた多分効率よく敵倒せると思うから、よりスピーディーにお金貯まるとは思う。多分だけどね。よし、来た。シールド小僧。いいね。これよ、これよ。これですよ。オッケー、オッケー。ベリーナイスです。ベリーベリーナイスです。オッケー。いいね、いいね。120ぐらいだったっけ？もう一回戦っていこうか。もう一回。もうワンバトルしていこう。ブーメランの試し打ちじゃないけど。来た。いや、こういう展開もあってたのよ。ブーメランをね試すには最高のシチュエーション。オッケーオッケー、よーし、これ2ターンで倒せるってのは気持ちいいよね、ほんとね。うん、かなり気持ちいいぞ。よし、じゃあ防具買って、防具を買います。防具買った時点で井戸のやつ倒せるかな、どうかな。あ、かっこよさ一気に下がったね。木の帽子かぶったら、まあでもいいんです、実用性が大事。
薬草いっぱい持ってるからまあ買わなくてもいいよね。一旦とりあえず宿屋泊まって宿屋に泊まってと、 OK、 10円安い。よーし、一応どうしよう、セーブしとく、セーブしとくか。防具揃ったしね、一応セーブして挑んでみましょうか。お祈りする。はい、じゃあ2番に、こうスライドさせていこう。今日は2番、次の配信の時は3番にセーブで、また1番にみたいな感じでスライドさせてセーブしていこう。一回挑んでみるか、あの井戸の中のやついけるんじゃね、レベル1上がったし装備も強いの買ったからいけるんじゃないかな。どうかな、いや一回戻ってきてからにしよう。戻ってきたら多分ね、もうちょっと強くなってると思う。レベルももう一つぐらい上がってるんじゃないかなっていう見立て。それだったら勝てんじゃないかな。いや、わからんけどね。わからんけど。そうであったらいいなっていう、まあ、希望的なのもありますけど。よし、行こうか。強くなって戻ってきたぜ。うわぁ、針の山だな、こりゃ。階段がありますが。階段っていいのかね、どうなのかね。ギズモ。うわぁ、一撃で落とせない。メラ、やべえ、強いぞ。あーでも2ターンで倒せたわ。強い。あー階段2つ。こっちは、こっちは、あー階段ちょ、あーもう刺されてるやついる。あいつもう終わったな。階段3つもあるね。あー敵の数多すぎ。階段3つもある。一番奥の階段がまあ一番近い、今現在地一番近いわけだけど、まあやっぱりあれだよね、ロープレイの基本っていうか、まあ奥こそ正規ルートみたいな、そういうのもあるから、ここじゃなくてまた手前から行こうか。階段、よし。あ、ちょっと待って、宝箱ある。なんかこっち抜けられるけど、なんもなしか。ちょっと待てよ。あ、いけないな、こっちダミーでした。こっちは、あ、これ宝箱いけるパターンじゃない？いけるね。決めろ。あーよし、ありがてー、これはありがたい。階段あって。来た来た来た。敵一気に強くなったね。なんか、外の敵よりも全然強い。これ、ちゃんと装備整えてきてよかったかもしれんな。これあのままの装備だったらちょっときつかったよね、銅の剣とか。ブーメランだったらすごく、いや、あ、誰かいる。これ行って大丈夫？これ裏から回っていけんじゃない？ほら、いけんじゃん。え、ダメ？どれ、ぐるっと回ってきたら少しは強くなったかな。バトルかい。塔の兵隊大丈夫か、強そうだぞこれ。うわー強え、強えよこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。うわーやべえやべえ。さ、恋味しかまだ覚えてないよね。力ため、うわー強えな。たまに向こうに先生渡しちゃうからさ、そこ気をつけないといかんよな。
いや強い。どんだけ殴りゃいいんだこいつ。まだか。逆走。まだ？ちょっと強いぞこいつ。やべえ、また負けんのかこれ。嘘でしょ。ちょっと強くないっすか。あ、念のため回復しとくか。ちょっと強くないこいつ。嘘でしょ。マジかよ。あー、ようやくだ。何ターンかかりましたこれ。お金、まあお金はありがたいけど、序盤どうしてもお金なくて困るからね。これは？え？なんか外に人いたけど、ちょ待って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 。あっちゃ、ここの湯がツルツル滑るあるね。こんな試練聞いてなかったあるよ。逆から見ていけばいいから、わからん。これか？これか？これだな。ちょっと待って待って待って、さっき人いたから人に話しかけたいんだけど、外に人いたからね。あいついるな。あいつのとこ行ってみっか。あれ、あんた確かどっかで会ったよな。俺の名はハッサン。あんたは？そっか、一応か。一応もう志願兵になりに来たんだよな。誰が採用されるかわからないけど、まあお互い頑張ろうや。じゃあな。行っちゃった。ちょっと待って、まだね、探索しきれてないとこあんのよ、この塔の中で。階段、登れてないところとかあるんだけど。さっきの3つの扉のうち1つを選んで開けるがよい。誰の言葉を信じるかはお前の自由だ。ただし3人のうち1人だけ本当のことを言っている。こういうの苦手なんだよな。いや、いらっしゃい。でもこの先には何もありませんよ。一番右の扉が正しい扉です。嘘ついてるとしたら、嘘ついてるとしたら一番扉が正しくないってことか。ちょっとわからんね。若者よ、年寄りの言うことはよく聞きなされよ。この先に行ってはならん。怪我をするだけじゃぞ。この先は行くな。行けって言ってんのか。ちょっとわかんねえな。あなたがね、きっと私のこと信じてくれますわね。一番左の人だけが正しいことを言っています。どうかお気をつけて。一人が本当のことを言っている。だから何もありませんよ。右の扉が正しい扉。右の扉が正しい。本当だったら右が正解。一番右が正解。嘘だとしたら一番右が不正解で、左と真ん中が候補として残るわけだ。この先は行ってはならん。この人が嘘ついてるんであれば、この先が正解。だけど本当のことを言ってるんであれば、ここは罰になる。一番左の人だけが正しいことを言っています。どうかお気をつけて。ってことは、一番左の人が、だからこの人が嘘ついてるとしたら、一番左の人が嘘を言っていることになる。いやー、全然わからんな。一番左の人だけが、誰かが嘘、誰かが本当のことを言ってて、二人が嘘をついている。一番左の人だけが正しいことを言っています。こいつが嘘つきだったら一番左の人は嘘つきだ。だから一番右はない。だけど一番左の、ちょっとわかんない。この人が本当のことを言ってるんだったら一番右が正解だってことだ。ここ一番辻褄合う気がするな。一
番右が正しい扉でしょう。一番左の人が正しいことを言っています。これなんかつじつまってる気がするな。いや直感だけど、で誰も一番左の扉に触れてないんだよね。一番まあここじゃね、多分ここだよね。あれわからん。一番右行ってみる。多分ここだと思う。一番辻褄が合うのはここの気がする。違うか。あ、地名。オッケー。ほほ、ここまでたどり着くと、今回は修行部屋の中の、ああ、やっぱここでいいのか。私の負けだ。さあ、これを受け取るがよい。金の指輪。これか？でもこれソルディじゃないよね。さあ、これを持ってお城に戻るがいい。いいだ。これソルディじゃないよね、これ。米印になってるから、ソルディじゃない。よ。こっちか？じゃあ。こっち、一回見てみようか。